の声でしょうか。今すぐお伺いします。ノエラー、足が速すぎるぞ。オイラたちも早く行こう。落ち着いてください。深呼吸を。助かりました。私はノエルと申します。もう大丈夫です。安心してください。今から私があなた様の安全を保証します。ところでモンド城では見かけないお顔ですが、どちらからいらしたのでしょうか。ありがとうございます。私はモンド人ではありません。各地を転々とする商人で、名をアロイスと言います。今回は名刺をリウェまで仕入れにモンドに来たのですが、まさか途中で凶暴な魔物に襲われてしまったんです。それはそれは凶暴で、私の身長の2倍もありました。それで怖くなってここまで逃げてきたんです。息も怠惰で走れなくなったところを、あなたとこちらのメイドさんに助けられました。アロイス様、もう大丈夫です。ここからモンド城はそう遠くありません。私はただのメイドですが、お客様をモンドに送るくらいのことはできます。モンドまで送ってくれるんですか。それはよかった。では早速ですが出発を。お待ちください。各地を転々とする商人とおっしゃりましたが、荷物はどこにあるのでしょうか。安心してください。どれほど多くとも全部私が運びますので。荷物、あ、そうでした。さっき魔物に襲われた時に道に落としてしまって。いえ、その必要は。あの魔物は凶暴です。私の身長の3倍もあるんですよ。心配しないでください。こちらは私たちモンド城の栄誉騎士様です。彼女ならばどのような魔物であろうと倒してくれます。栄誉騎士、あなたはセピロス騎士団の人なんですか。それが あまり覚えてなくて、走るので精一杯でしたので、多分少し前にあった分かれ道の近くだったような。あまり記憶が確かではないので、やはりやめた方が。ちょっと待ってください。突然胸に痛みが走りすぎたせいかもしれません。ですので探すのは後でも。胸が痛いのですか。私が支えますので、ゆっくりと横になってください。この姿勢のままでお願いします。すぐに検査いたしますので。先輩すみません。私はここでお客様の容態を見ますので、魔物の方をお願いします。凶暴とのことですので十分お気をつけください。ありません。
なんてないぞ。うわぁ、当てた。荷物なんかなかったな。場所を間違えたんじゃないか。とりあえずノエルのところに戻ろう。はい、ひゅっ。ありましたか？多分魔物に食べられたんじゃないですかね。言ったじゃないですか、危険だって。どこかお怪我はありませんか？私はその、飛び跳ねれば3倍の、あ、いや2倍の高さになると言ったんです。どうしてそんな目で見るんですか。たとえスライムだったとしても私は叶いませんよ。これはどうしましょう。栄誉騎士様にも見つからないのでしたら商人ですから、こんなこともあるかと。どうやら今回は運が悪かったようです。また今度改めて。申し訳ございません。この状況ですとセピロス騎士団に行って落とし物の登録をしていただく必要があります。セピロス騎士団は全力であなたの落とし物を探してまいります。え、あ、いやセピロス騎士団だなんて、そんな、皆さんにご迷惑をかけてしまいます。そんなことはございません。モンドにいらした客人をもてなすのはセピロス騎士団の責務でもありますので、メイドとして客人の接待もきちんと務めてまいります。もしくは騎士団に行きたくない理由でもあるのでしょうか。あ、いえ、決してありません。はい、どうしましたか。はい、実は私も気づいていました。しかし証拠がないのに早々に疑ってしまうのもどうかと。こちらのお方がモンド城の近くで助けを求めていたのならモンドの客人と言えます。でしたら私は責務を全うするまでです。はい、ご理解ありがとうございます。あの、何を相談してたんですか。結局どうすれば。はい、お待たせして申し訳ございません。もう話は終わりました。これからモンド城に向かいましょう。